ナと新しいお店。できたんだ。本当に昨日まではありませんでしたのに。ウィンベル、あら素敵なお店だな。タモヤちゃん、一旦着替えてからもう一度来てみない？ですわ、その方がゆっくり見れますものね。また後で、ここでね。後ほど。あら、ありがとう。素敵なお店ですね。もうこの町に越してきたばかりなの。私、店長の松本真希。よろしくお願いね。松本さくらです。よろしくお願いします。当時ともよです。はじめまして。さくらちゃんにともよちゃん、かわいいお名前ね。お人形とか好き？はい、大好きです。嬉しいわ。それにしてもほんと私ってドジなのよね。朝から片付けてるのにまだこれですもの。私、手伝いましょうか？え？いいわよ、そんな。お客様に手伝わせるわけにはいかないわ。気になさらないでください。お人形とか大好きなんです。え、どんなものがあるか早く見たいし。はい。そう？じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかしら。ああ、さくらちゃんにはぬいぐるみを運んでもらおうかしら。僕の部屋で私がぬいぐるみを渡すから、さくらちゃんはそれをお店まで運んでね。およちゃんはさくらちゃんからぬいぐるみを受け取って棚に並べてもらえるかしら。はい、お任せください。どんどん持ってきてくださいな。まずはこれ。あ、かわいいぬいぐるみですね。はい、確かに受け取ります。じゃあ次はこれね。ご苦労様です、さくら。頑張ってね。出せてください。棚に飾っておきますね。今度は、ふわふわだ。なんだか楽しいですわ。これで最後よ、マキさん。受け取りましたわ。ありがとう、さくらちゃん、ともよちゃん。おかげで綺麗になったわ。早くお人形さんとか見たかっただけですから。あ？そうだ、二人とも。はい。占いとか興味ある？どん
ないですか？はい。私も。買った。あのね、とってもよく当たる占いがあって、お礼に教えてあげたいの。やってみない？あ、やってみたいです。お願いします。じゃあ、用意してくるわね。ちょっと待ってて。はい。よかったですわね、さくらちゃん。うん。占いはね、カードを使ってやるの。つう、どれか好きなカードをめくってみて。お、じゃあ続けてどんどんめくってね。さくらちゃん、同じ絵のカードがあるでしょ？やって揃ったカードは横に避けておいてね。さあ続けてめくって。10枚めくり終わったらおしまい。それじゃあさくらちゃんの運勢を見てみましょうか。かなり調子がいいみたい。自分の力が 100% 発揮できるわ。手置きの服を着てお出かけしましょう。キーカラーは赤よ。おお、さくらちゃん、わかったかしら？はい、なんだかゲームみたいで楽しくてわかりやすいです。よかった。と、私は席を外すけど、ゆっくりしていってね。の中に黒カードが紛れ込んどるんやろ。の中に？違いない。この残ったカードのどれかがそうや。クラも集中してみ。どれかわかるはずや。わかるはずやって平気なの？キャラちゃん平気平気。ここが居心地ええんかおとなしいもんや。そうなの？ほんまやって。とにかく集中してみ。木のカードがいたよ。じゃあこれ。あ、なんも危ななかったやろ。レインとウッドのカードか。こりゃラッキーや。一度に2枚も。ごめんなさいね、お客様を放り出しちゃって。いえ、そんなこと。占ってみたくなったらいつでも来てね。カードは自由に使っていいから。もうこんな時間なのね。ごめんなさい、ずいぶん引き止めちゃったわね。そんなことないです。楽しかったしね、ともやちゃん。はい、とっても。ありがとう。こちらこそ助かったわ。またいつでも遊びに来てね。はい、今度はもっとお友達連れてきます。お願いします。こんにちは。お荷物でーす。はい、今行きます。ごめんなさい。ちょっと待っててくれる？
いいですよ。私たちそろそろ帰りますから。お気になさらないでください。それに、美味しい紅茶とお菓子を包んだの。すぐ戻ってくるから、ちょっとだけ待ってて。ありがとうございます。いいのよ。ごめんなさいね。すぐだから。キさん、優しい人だな。お店も素敵だし。本当ですわね。くら。ケロちゃん、まだダメだよ。マキさんが。だや。また気配がする。え？声が大きい。間違いない。ここにおる。ここにって、それさっきのカードじゃ。あな、これは全く別のカードや。その、あ！なにこれ、ケロちゃん！カードの仕業や。これは、ジャンプやな。ジャンプ？よう跳ねるんが得意なやつや。すぐいたずらしよるんや。クレちゃん、トモヨちゃん、お待て。ジャンプ追い詰めたようやな。やつが操っとるぬいぐるみが邪魔やな。そうや、まずあのぬいぐるみを全部捕まえてしまおうか。振り切りになったらジャンプもしびれ切らして出てくるやろ。くら、カードキャプターの力見せてやるんや。ここね、やったー！その調子やー！ここね、ここね、当たったー！その調子やー！ここね、ここね、当たったー！映像さくらー！ここね、ここね、当たったー！ツインベルにいたのかな。かま？いつは自分がぬいぐるみみたいな感じやろ。あそこにはぬいぐるみがぎょうさんあるからな。そっか、本当に寂しかったんだね。せやな。あ、これからが大変ですわ。どうして、ともよちゃん。このぬいぐるみさんたちを全部お店に返してあげないと。何
人でやればきっとすぐ終わりますわ。頑張りましょう。おっしゃ、さくら、カードキャプターの出番や。おう。さくら、何？お店はカードの気配が強い感じや。気配が強い？強いカードがおるとかそんなやないやが、なんか気配を感じるんや。んー、しかしたらあそこにはカードが集まりやすいのかもしれん。お店にはちょくちょく行ってみた方がええかもしれんな。わかった、時々遊びに行ってみる。できたお店を見つけました。ツインベルという名前です。マキさんという人がやってるお店なんですけど、ぬいぐるみさんとかもあって、とっても素敵なお店です。開店のお手伝いをしたら、マキさんがカード占いを教えてくれました。そしたらその中に黒カードが、レインとウッドです。その後ぬいぐるみさんみたいなジャンプも捕まえました。でもその後のお片付けが大変でした。